rounds of boxing for the WBC Super Bantamweight Championship of the World. And now, ladies and gentlemen in attendance, live from WOWFest, it's showtime! から最強のサウスポーが乗り込んでまいりました。レンドール・ムンロー。Introducing Toshihaki Speedy Nishioka。スピードキング5度目の防衛戦です。西岡俊明。WBC 世界スーパーバンタム級タイトルマッチ。This is Boxing 締めくくりの試合であります。西岡かムンローかサウスポー対決。パワーのムンロー、そしてスピードの西岡、うん、この2人が激突します、うん、一番と見ものですね。大切だ、大切だ。レフェリーはグアダルペ・ガルシアさんです。さあ試合開始。まず右を軽く伸ばしていきます。ご覧のようにサウスポー対決、パワーには何せこの、うん、挑戦者は自信を持っています。体格、スタミナ、それから全体的なそのパワーという意味です。レンドール・ムンロージャブ、まあ西岡の前右出てますよね、はい、間からポイントですよ。押し上げて、そしてワンツー、この左ですね、踏み込んでいきました。この左をやっぱりムンロは相当警戒してますからね、この左を当てるために鍵はやっぱり右になります。体全体でプレッシャーかけてきます。柔らかくジャブ使っていいですね。詰めていきますムンロー。左ガードの上ボディを返してきましたムンロー。左に対する反応はムンロー今一つのところ悪いんで、これ期待持てますよ。右を出します。とにかく手を出します。よく手が出ます。西岡、うん、お左打ってきます。左はですね、まっすぐ打つ場合と上から大きくかぶせる場合とでやってます。そうで、はい、そうで、もう一回、もう一回、はい、狙い通りですね今のも。まあ練習はこの左の、このボディの左フックはよく練習したんですけど、早くも出てきたというのはですね、やっぱり、相手の動きを読めてるという感じはありますよね。ムンローは公開練習でこの割れた腹筋を誇示していましたが、トレーナーの笠井さんは今予定して怖くないんですよと、いうことも言っていましたが、そこを思い切り打ち込んでいきます。もう一回打ちました、ボディ入りました。今度は逆のボディです。レンドール・ムンロー、12ラウンドでも24ラウンドでも36ラウンドでも俺は戦う準備をしてきたと言い切っています。そしてムンローはですね、もっと距離を詰めたいわけですよね、はいはい、詰めたいんだけど西岡の右が飛んでくるからなかなか詰め切れないところがあるんですよね。ああ、足を踏み込んだ。今うまく避けられましたね。ああ、そうですか。やっぱり西岡の左に対しては相当研究してますからね。西岡君もいろいろな目線を送ってフェイントして打ってますからね、正面から今割ったかもしれません。3つですね、3つガードの間通したか、うん、1人置きました。これは相打ちになりました。ああ、ちょっと少し目線が来ますね。連打するとこの選手はですね、厄介なんですね。ラグボディ、お互いにボディ。浜さん、でも作戦としましては西岡陣営はその西岡としてましては近この距離で近距離で打ち合ってはダメということですか。まあ、それでもいいんですか。要するにね、相手に連打させないことなんですよね。今出てきてますよね、出てきて、それを止めるということなんですね、はい、これで、はい、これでもやっぱ止まらなくてきますよね、これ来ますね、ここがやっぱり要注意なんですね。今回ムンロー出てくるんで止めたいですね、なんとか。エンジンの回転を上げたようです。レンドール・ムンロー、グイ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 来ます。これはどうだ、バシッという音がしました。連打しました。運動がどこまで我慢して来ることができるかというのも一つポイントになりますけどね。おっとっとっと、この勢いはこれ以上出させちゃいかんですね。止めとく、出鼻を止めなきゃダメですね、うん、止めなきゃですよ、その出るために今ボディブロー一発、今度逆、相当運動我慢してますよね。そして今度上、小さくジャブって引いてしたいですね、浜さん、西岡も止めようとしますね。だから我慢のしどころですよ、普通これだけ打たれると出てこれないんですけどね、あと相打ち、もう一回いきます。しっかり左を一発入れたいですね。そうですね、その左を打ち込んできます。もう一回来た、もう一回来ます、いけるいける、波状攻撃、もう一回来るか、いやいや
我慢しますね。ビンマン、ムンロー、こらえどころのようです。そうですね、ムンローもやっぱり我慢しどころっていうのはしますね。これ以上西岡に調子出しちゃいけないと思ってますからね、ボディ打ちながら、手を出しながら、おー、引いた決まった、ビンマンとやりました。さあ西岡がラッシュしました。ちょうどリングの中央だ、西岡ラッシュ、いや、もう一回スクリーン下がります。大きなチャンスが巡ってきました。西岡落ち着いて、ちょっと効いてますよ浜さん、ステップがぐらついてますね。まだ効いてます。西岡が狙っていました、左された、ビンマンを追い込みました。アッパーですね、当たりのアッパー、もう一回離れました。ボディ2つ左右から打ちます。ボディはもう少し軽くでもいいですよ。あ、そうですか。軽く打っておいて、あ、ドドドドと、とりあえず1枚は剥がした感じですからね、はい、さあその左、テンプルかおでこかというあたりですね。全部肩で全部吸収しちゃいましたね、ムンローが、はい、左の肩で前へこう進めます。ムンローウォーク、この状態から出てくるんですよ ね、大したもんですね。しびれてるはずですよこれ。ボディ終わった、はい、一か、いや、ムンローのパンチか。浜さん今左がね飛んできましたね、うん、まあ左対左だったんですけどね、はい、西岡も組みましたね。危ない、ムンローも普通の表情を浮かべながらパンチを出してきます。西岡打っても打ってもまだ出てくるのかというふうな思うわけですけどね、それでも出てくる方は苦しいんですから。おっとっと倒します。なるほど、正面腹っ端が叩きました。さあこれでボディガラ空きでした。聞いてるよ、ガラ空きのボディを打ちます。そしてアッパー、アッパーは顎の先でした。まだ出てこようとしてるわけですよね。恐るべし、レンドール・ムンロー、さすがランキング1位の男、ムンローであります。ヨーロッパタイトルもずっと防衛しているだけあります。切ったかもわからないです ね、 あ、そうですかね、ちょっと赤く見えますね、一回ムンローが今ボディ入れました。ジョーカー、聞いた聞いた、重低音で入れてきます。ドスドス入ります。やっと一回離れたいな。下のボディでもですね、やっぱりまともに溝が入りましたね。何発入ったでしょうか、ボディブロー。左右、あるいは溝落ち。またやっぱり上がってます。上がってますね。肘下げてますね。明らかにも右のグローブでガードしてますからね。しかしよく手を出す挑戦者であります。西岡にこれだけのパンチ力と、それとアッパー、そうそうそう、いいアッパーでした。新鮮ですよ、新鮮。そして今度右、左のアッパー、右のアッパー織り交ぜてきます、うん、ただ予想以上にいい手応えのパンチ当たってるんですね。それだったら、いや倒れてるとね、あっとっとっと、予想してたことなんですけど倒れないですよね。倒れないですね。そこが予想外、予想外なんですね。あれだけ食ったら普通はね、効きますよ。突進前の出方、あれは影を締めています。ギターが下がってきました。フィニッシュのチャンス到来、ボディ打ちます、ナオボ打ちます。ボディボディ、この前に割れているボディを叩きます。ムンロー出てくる、うわ出る、下下、いやムンローすごいですね。これでインターバル休ませる、また来ますからね。この選手は左のね、この脇腹、ここはね肝臓に響くんですよ。イギリスにね、ボクシングニュースっていう、あのボクシングの週刊誌あるんですよ。そこにね、このムンローを見るとね、あ、来たね、止まったか、もう一回行きます、もう一回行きます。さあ、顔面ボディが入りました。もう一回下をノックして上をこじ開けます。西岡ガードを固めてですね、あのロープまで持っていけばいいんですから。はいはい、あ、交代します。ムンロー、なんとか踏みとどまっているという感じですが、いやまだ我慢しますか。出てきましたよ、KO は狙わないという気持ちがやっぱり最終的に KO を生むんでしょうね、浜さん。そうなんですよ、やっぱりね、早く一つボディ入れたいですね。要するに、ただ今のいいパチが入りました。今日はですね、わずか左、我慢している相手をどこまで行けるかですね。さらにラッシュします、根性のラッシュ、まだ行きます、まだ行きます。いや、すごい、ムンローも左ぶち込もうと、もう叩き込もうと必死です。まあこれだから英国でおそらく香川さん、労働者階級に抜群の人気を誇るで、そうですね、その労働することの本質を思い知らされるような存在ですよね。それを忘れないために仕事を続けながらボクシングを続けます。素晴らしいスピリットです。さあ、見た見た、後ろが大きくぐらついた、ビンバンが倒れそうです。できますよ、まだ時間は
さあ瓶が叩き割れそうです。ラッシャーもう一回いきます。いやー、こらえたこらえた。あと20秒西岡は明らかに KO を欲しい、狙ってるようです。これファンのこの声援が、うん、ここは狙うんですよ、ここは狙うんですよ。これはいいですよね。いいんですよ。さあ狙います。一発左振り回せばいいですから。西岡これ危ない危ない、ちょっと突っ込みすぎました。よし西岡だ。試合終了です。最後まで打ち込んでいきました西岡俊明。スティールチャンピオン俊明スピード西岡俊明、5度目の防衛成功です。圧勝しました。いやいい試合でした ね皆さんが支持する理由も分かりますよ ね岩崎弥太郎さん叫んでましたからね高橋哲之さん ね、はい、ね西岡選手は去年についてのワウフェスだったんですが、まあ、本当に続けて試合いい試合を見せてくれました。はい、2位にランクインと。で今回イベントとしても公開計量があるなど、私たちも試合までの過程を取材させていただくことができました。これあの生中継生放送という形で皆さんにもご覧いただきました。新鮮でしたよ ねそしてこのホルヘ・リナレス、それからローマン・ゴンサレスなどメンバーも非常に豪華でありましてね、ワウフェス自体を選手の皆さんが盛り上げてくれました。ということでありました。浜さん、はい、本当にこう全体がいいメンバーが出て、それぞれがいい試合でしたもんね。まあ、そうですね、まあ、普段だったら全員がメインイベント張れる選手なんですけど、その選手たちが西岡の前に全員がいい試合してくれたと。そして全員が期待通り勝ったっていうのはなかなかできないんですけどね、多かったですね。まあ、駅伝こう助けをリレーしていったような、ね、いい感じでね、はい、西岡選手まで行きました。はい、でその西岡選手なんですが、エキサイトマッチ以外でも名誉ある賞を受賞されています。はい、2010報知プロスポーツ大賞を受賞しました。ね、2年連続の受賞となった西岡選手は都内ホテルで行われた受賞式に出席。日本スポーツ界を代表するアスリートたちの中でも西岡選手、堂々とした印象でした。石川遼選手、横綱白鵬関とともに受賞です。各界そうそうたるメンバーと並んでの受賞でしたけれども、いや本当に光栄に思ってますし、さらに進化して、来年もまたこの場に立ちたいと思ってます。5度目の防衛を果たしましたムンロー戦が今年のエキサイトマッチ総集編ベストマッチランキング2位にランキングされました。はい、ランクインされました。はい、いやそんなね、もうワウワウエキサイトマッチは世界のそうそうたるメンバーが出る番組なんで、その中で2位にランキングされるっていうことはもう本当に嬉しいですね。はい、インタビュー行ったんですね。そうなんです。浜さん、はい、来年の西岡選手の予定はどうなったんですか。まあ、本人の希望として統一戦をやりたいという希望が随分強いものですから、まあ、相手があることではあるんですけど、まあ、できる限り実現してあげたいですね。スーパーマッチが生まれそうですね、もしかしたらね。可能性も十分ありますよ。楽しみに待ちたいと思います。